千葉市の ZOZO マリンスタジアムで音楽フェスティバルスーパーソニックが今日開幕しました。このイベントをめぐっては千葉市が開催の延期を求めていましたが、主催者側は感染防止対策を徹底するとして予定通り開催しました。明日まで2日間の日程で1日あたりおよそ1万人が来場する見通しです。